旧市街の市庁舎広場聖ケシュフェヘールバールは、ハンガリー中西部の都市である。ドイツ語では、シュトゥールバイセンブルク。かつて、ハンガリーの歴代国王が、大韓、埋葬された都市として知られる。ハンガリー5名、ドイツ5名ともに、椅子、白い、女王を意味する。白はハンガリーで王室を象徴する色である。ローマ帝国時代の集落がその起源で、11世紀からは、 ハンガリー王国の王宮が置かれた。以降、16世紀前半までこの地で国王の大冠式も行われた。16世紀から17世紀にかけて、オスマン帝国の支配下で一時荒廃したが、17世紀末より、ハプスブルク家の支配下に入ると、再び発展していった。第二次世界大戦後は、急速な工業化が進んだ。戦後間もなくは3万人程度だった人口も、 70年代までには10万人に成長している。約60キロほど北東に首都ブダペスト、約250キロほど南西にクロアチアの首都ザグレブが位置しており、両都市を結ぶ鉄道の通過点にあたる。南西約30キロのところにバラトン湖がある。第二次世界大戦後工業都市として急速に発展した。その他、ワインの醸造も盛ん。 イシュトバーン博物館では、ハンガリーの初代国王イシュトバーン一世についての、還元物のみならず、鎧やバグ、装飾品などが展示されている。聖ケシュフェヘルバール駅、聖ケシュフェヘルバールバスターミナル。ありがとうございます。